サクラプレジールは日本の競争場、繁殖品場。主なカチクラは2013年のフラワーカップ。サクラプレステージは1997年に谷岡牧場神話文場で生産されたブライアンズタイムサンクの品場である。1995年のエリザベス女王杯を制したサクラキャンドルや1995年の天皇賞を制し、 同年の JRA 賞最優秀4歳以上母馬に、輝いた桜地と瀬尾を軽視に持ち、札幌競馬場の500万円以下で2勝するなど20戦3勝の成績で競争馬登録を抹消、引退し、繁殖品馬となった。2004年3月24日、北海道日高郡新日高町の神話牧場にて、初後の藤木関三区を出産。後に、 サクラメフィウスと名付けられ、朝日川競馬場で2勝をし、繁殖品馬となった。2番目の子であるサクラドルチェは、摂津特別を勝利するなど出世し、5戦3勝で繁殖品馬となった。2006年からは、サクラプレジデントが連続して種付けされ、2008年以外は、参考を残した。5回目のサクラプレジデントの種付けが実施された後、 神話牧場にて、2010年3月14日に、サクラプレステージの2010が誕生。なお、母サクラプレステージは翌年、弟にあたるキングヘイロー3区の出産を最後に死亡している。牧場時代は、頭の良い馬で、馬体は、普通のサイズ。気象の問題もなく、扱いやすい馬であったという。育成の後サクラコマースの所有となり、冠名喜びを表す。 桜プレジールと名付けられる。その後、美穂トレーニングセンター所属の、小関地人級者に入級した。2013年2月10日、東京競馬場の新馬戦に、三浦光成を安定にデビューし、2番手から最後の直線で抜け出し勝利。三浦は、出していっても折り合いはついたし、追ってからもしっかりしていた。距離は伸びても良さそうと振り返った。この勝利を、 スポーツ日本は楽勝と表している。続いて、フラワーカップに横山則弘を暗状に重傷初出走となる。単勝オッズ3.6倍の2番人気に押されて出走。スタートから3番手で進み、行為のまま最後の直線で前の2頭をゴール前で捉え、後方から追い込んだ3番人気のエバーブロッサムを鼻の差しりぞけて先頭で入線。 連勝で重賞初勝利となった。デビューから2戦目でのフラワーカップ勝利は初めてのことであった。起乗した横山はギリギリよく粘ってくれました。内目の馬場は状態が悪いので外のいいところを走らせました。と話し、加えてフットワークが非りで体調が弱そうであると評した。所有する全勝列は今日都内でソメイヨシノの開花が発表されたから、 やってくれそうな気がしていたとし、尾関は、東京の芝1600メートルを勝っているので、阪神芝1600メートルは向いていると思うと、大歌賞への適性について発言。しかし、馬体重が14キログラム減少と添えがあることから、大歌賞出走は慎重であった。なお、ゴール入選直後、桜プレジールの広報では、丸田京介騎場の大和ポライトが5位入選後に、 宇宙志向使い放骨折を発症をきっかけに3頭が落馬する事故が発生。ダイワポライトは予後不良となっている。品馬クラシック競争の第一戦、大賀賞には出馬登録を行った。しかし、肉体的なダメージや添えを発症しており、横山自身がオーナーの善を説得して、大賀賞回避を選択。放牧に出され、優秀品馬一本に絞って調整がなされた。 フラワーカップ優勝から中64日明けてのオークス参戦は1994年のオンワードノーブル以来19年ぶりの直行ローテーションだった。直前には横山が余計なことをしない点が似ている。器は非常に大きいことからまるでブエナビスタだよと評していた。史上初の参戦目でのオークス制覇を目指し単勝オッズ12.9倍の番人気という 支持を集めて、GI 初出走を果たしたが、名称万歩に2.3秒離された14着に敗退した。その後2年半の間に、集荷賞や重賞、高級によって1600万円以下に参戦。しかし、2015年3月の初明ステークス6着以外は、すべて2桁着順という結果を残した。 2015年12月9日付で JRA の競争馬登録を抹消し引退北海道日高郡新日高町の神話牧場にて繁殖品馬となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。2017年4月13日、谷岡スタットにて初子となるお馬を出産。桜バルールと名付けられた。 2019年10月15日の東京競馬場、メイクデビュー東京にてデビューを果たした。続く7戦目の2020年9月5日、新潟競馬場の3歳未勝利に横山範博が起場して、勝利、3区発勝利を果たした。ありがとうございます。